はい、今日はですね、令和6年3月5日ね、5の日ですね、23時44分回ったところでございます。閉店近くまでね、梅田いましたけどね。そもそもね、123の大阪本店なんかクソ大しかないし、まあ商いも少なかったけど、180分の1とか200分の1とか、123の大阪本店で回すねたら、丸半梅田で回した方がええやろ。あっち47枚交換やし。123では結局今日は1円も打たずに、ね、相性のいい大統領行ったのよ。最初7000円でペカったのよ。ビッグ2円したのよ。なんで勝てない。なんで勝てない。やばいな。16000円なくなって3万追加して、全然ペガれん。もう3万超え、マイナス3万超えたところで、丸半梅田行ったら1000円でペガってビク引いたけど、その後レギュラーで飲まれて追加してもダメで、これは危険やと思って大統領が戻ってきたけど、いまいちで。大統領のね、大阪本店の横に、大統領の梅田店があるのよ。通路挟んだ、隣やねんけど。カード1試合持って売ってたらカード違うねんな、あれ。梅田店と大阪本店は1試合やろ、あれ、大統領。監禁所も一緒なんやから。まあね、大統領の梅田店のね、コレちゃんも可愛かったね。会員カード作ったけど。で、大統領の本店は52枚交換。52枚きっちり交換やけど、大統領の梅田店は258枚交換やね、あれね。1000円は52枚やけど、多分5000円は258枚で、1万2000分やから、624枚流したら5枚余ったから。そういうことやわ。ちゅうことでね、危なかった。4万7000円も突っ込んだ。諭吉5枚やで。びっくりするわ。ジャグラで。相当し4万7000円。回収1万2000円。3万5000円もへこんだ。まあまだね、今月2勝1敗でね、まだプラスやから。まだ買っとるからね。まだあれやけど。3万5000円、帳尻合わさなあかんな。ということでね。明日は夜勤ですか。で、明後日また休みなんでね。7日、7の日休みなんでね。7日のためにね、ちょっと明日ゆっくりしようかな。ちょっと YouTube のね、再生回数も減ってるし、来月の収益はガタ落ちするから、これまずいな。やばいな。クラウドファンディングしようか。というか、視聴料振り込んでくれたらいいね、視聴料ね。概要欄からね、視聴料ね、よろしくお願いしておきます。ありがとうございました。酒でも飲みます。ジェグラ簡単。